くりが池は、富山県中新川郡立山町の標高2405メートルに位置する池。ひらがなでくりがちとも表記されるが、国土地委院の地形図や当地の看板などでは、カタカナでくりがちと表記されている。室堂駅から西北方に500メートルほどのところにあり、室堂で最大、最新の池である。面積は、 約3万平方メートル、池の深さは15メートル、池の周囲の長さは631メートル。池の北西のあぜの標高2430メートル地点には、日本最高所の温泉宿であるみくりが、池温泉がある。春山の残雪期には、完全に氷結しており、夏山シーズンに入っても欠表が見られることもある。秋山の紅葉の時期には、 縦山三山,山,山の三段紅葉を水面に移す継承地となる。縦山火山の河口湖であり、周辺には緑ヶ池や林道地、地の池などの河口湖群が点在する。1984年6月15日に国立公園の排水の排出の規制にかかる故障の第二種特別地域に指定された。縦山信仰の中では、三栗ヶ池は縦山地獄の中の 八冠地獄であるとされた。その反面、ミクリという名は、ミクリヤと書き、神の厨房という意味を持っていた。この池の水が立山権限に捧げられ、この池の水を使って立山権限に捧げる料理が作られたのである。これも、剣岳などの場合と同様に、立山信仰の二面性を示す一例である。先に、主言道に基づく山岳信仰では、 聖地とされていた山や池といった継承が、浄土信仰に付随する浄土と大局の地獄と関連付けられる中で、全く反対の位置づけをされたものと考えられている。池の水は、山岳主権者の人随とされていた。越前国の小山坊主と伝えられる修行像が、地獄谷を巡った後でこの池を見て、この池は、越前の百姓の種付け池程度のものだと、あざけ笑った。 これを、室堂の僧の延命棒が聞き、非常に怒って、種付け池とおっしゃるなら、この冷たい水に入り、泳ぐことぐらいは平気でしょうなというと、奉仕は会見を加えてゆっくりと抜き手を切って一周、してみせた上で、思いがけず量が取れ、お礼の言葉もないと笑った。延命棒は、越前では、種付け池に剣を加えて入られるのかとからかうと、奉仕は剣を捨て再び池に飛び込んだ。 しかし、参集したところで神の怒りに触れ、湖水に吸い込まれて沈んでしまったので、それまで、ミクリアがちと書いていたのを、三層がちとも書くようになったと伝えられる。縦山黒部アルペンルートの縦山黒部観光、室堂駅から地獄谷や他の三層が池をめぐる遊歩道が整備されている。周辺は、廃末帯で内鳥の生息地となっている。周辺には、 ホテル立山、三國が、池温泉、室堂山荘などの宿泊施設と山小屋がある。ありがとうございます。